こんにちは、速稼塾の久保です。秋葉原来ましたよ、電気街に。見てください、ちょっとね、人通りは少ないみたいなんですけども、今日は電磁波測定器を購入に来たかなと。何種類か買ってみて、本当にですね、IH の電磁波が有害なのか、それともそれ以上に危ないものが家電の中にあるんではないかなとかね。これやっぱりね、自分で測定するのが一番だと思うんですよ。ああだこうだ言う人も、いい悪い言う人も、自分で測ったり自分で確かめてはいないと思うんですよね。私は何でもそうですけども、自分で調べてみる、ここに尽きるわけなんですよ。で、不動の裏付けを持ってね、全ての選択をしていこうかと思います。まあ、もちろんね、これ皆様に、IH に対して、賛同を得たりとかね、批判を同調したりとか、そういうものではなくて、私が個人的に興味を持ってね、やってるものですからね。あ、まあでもね、すごくこのエネルギーを感じますね、秋葉原。はい、東京都にお住まいの皆様、久保哲郎秋葉原に来まして、これからしばらくここを散策した後ですね、銀座に向かいます。それでは失礼します。